はい、みなさん、こんにちは。アミルコガイです。今日はですね、産経新聞一面、いよいよ、出てきました、韓国企業が不正輸出ということです。以前の動画でもありましたけども、徴用工訴訟問題、ありました。でそれで、日本は、その、私は、その報復として、その報復措置の一環として、3品目について輸出規制をかけたと。で、合わせて、韓国をホワイト国から排除したということを動画で上げました。ただ、これは、私はそう思ったんですけど、時期が時期だったんでね。ただ、日本政府としてはそうではないよという見解を示してます。どういうことかというと、その報復ではないんだと。韓国にその輸出管理が行き届いていないところがある。だから、こちらが軍事転用できるような物質を韓国に渡しても、その韓国の輸出の管理がずさんなんで、国際法に触れてしまうんじゃないかというふうなことを、日本が懸念して、それで、今回のこの疑心だったわけですね。不正輸出と。それが明らかになったということらしいんです。ちょっと読んでいきます。生物、化学兵器を含む大量破壊兵器製造に転用可能な物質を、今言ったの 軍事転用可能な物質ですね。シリアやイランなど北朝鮮の友好国に不正輸出したとして、韓国政府が複数の韓国企業を行政処分していたことが10日明らかになったと。どういうことかというと、その多数の、韓国企業が不正輸出を企図、企てて摘発されたということなんですよね。で、そういった事実はやっぱり韓国における戦略物資の不正な国際流出に対する甘い認識を浮き彫りにした格好だというふうに締めてます。どういうことかというと、やっぱり韓国のその、韓国のその企業が不正輸出したよと。それで韓国政府がそれ取り調べて行政処分したよということなんですよ。で、これは、どう取るかですね。3面に、韓国で軍事転用できる戦略物資の多数の不正輸出があったことについて、管轄する韓国産業通商資源省は、10日、2015年から今年3月にかけて摘発が、計156件に上がったことを明らかにしたということなんですよ。だから、その不正輸出があった、その156件、不正輸出がありましたよ。ということで、その韓国企業が、不正の輸出をしたと。不正輸出をしたと。で、それを韓国政府取り締まったよということで、取り締まったから、その輸出管理は、韓国の輸出管理は万全ですよっていうふうな立場です、韓国政府。一方、日本政府が、いやいや、ちょっと待てよと。そもそも、悪いことやってんのは、その企業、悪いって分かってて、企業それ、不正に輸出してたんでしょ？で、数字も156件なんでしょ？ものすごい多いじゃん。本来0件だよね。悪いことをしなければ0件だよね。でも、156件もそれ悪いことしてる。取り調べしようがないしようが、今後もそういうふうな悪いことをやる企業、なくならないでしょ？だから、我々は、その今回、その徴用工訴訟問題と別個に輸出を制限して、それであなた方韓国をホワイト国から除外したんだよというふうなことを言ってるわけですよ。確かにその通りなんですよ。私、日本人ですから、日本政府の言い分はもう 100% 理解できます。日本政府がこれ正しいと思います。じゃあ、なんでそんなに韓国政府ずさんというかな。ここね、書いてあるように、その、甘い認識持ってるのか、ということですよね。で、ここにまた一面に書いてあるんですけど、この韓国政府は、不正輸出について、刑事事件の対象となったかどうかや、個別の企業名を公表しない姿勢をとっているらしいんですよ。だから、その、行政処分しようがないしようが、刑事事件の対象になったか、あるいは、その企業名、なんとかっていう会社を、刑事事件の対象にしたかどうか、悪いことしたから刑事事件に対処したよとか、そういうことを公表してないらしいんですよ。だから、
そのなんていうか罰則や処分の運用が甘いというふうな感じで、だから韓国の企業の方も悪いけども、悪いけど不正輸出すればまあ金儲かるよと、もう金儲かるけども名前出ないし罰則もない可能性もあるし、だからまあやっちゃったもん勝ちなんだよっていうふうな意識持ってそれでやってる可能性が極めて高いです、韓国企業です。その不正した韓国、不正をした韓国企業は、これじゃあちょっとたまったもんじゃないですよね。だから、韓国は本来、韓国政府は本来はもっと厳しい制限をかければよかった。その不正輸出を絶対許さないぞという確固たる法律を作るべきでした。でもそれやらなかったんだから、今回日本の措置は、その輸出制限の措置っていうのは、まあ、真っ当なことであって、まあ、韓国政府が、なんて言うでしょうね、自ら自分で自分の首を絞めるような、そういう結果になったと、ここで見ることができます。うん、で、今後、徴用工の、徴用工の訴訟の問題と、この、今回のこの、輸出制限の問題は、これは別個に考えられるようになったんですね。これで別個に考えられるようになった。だから、徴用工の訴訟の問題でまだ残ってます。今月の18日に、その、第三国のその、仲裁委員を選んで、それで協議するためのその、タイムリミットです。18日が。で、韓国はこれ応じるかどうかですけども、おそらく、応じない可能性が高いです。そうなると、本当に国際司法裁判所に提訴する可能性が、ぐんと高まります。うん。まあ、でもその国際司法裁判所を訴えられたくなければ韓国折れる可能性あります。まだ時間がありますからね、18日まで。今日は11日ですか、11日木曜なんで、ね、あと1週間あります。なんでまあどうするか、ここら辺ちょっと韓国政府ちょっと注目して見てみたいと思いますね。これで一気に解決に進むのか、徴用工の問題も含め、その不正輸出の問題も含め、一気に解決に進むのか、それか韓国、ドロドロにするか、韓国政府は反日を言えば言うほど支持率が上がると言われてます。なんでね、どっちを取るかですね、実を取るか、それとも名を取るか、ここはちょっと韓国政府の出方ちょっと注目してみたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアン。